ゲームは8回表を終了。スワローズ3人で攻撃を終了しています。スワローズ2番手ピッチャーをマウンドに送ります。押本、2点をリードされての登板となります。ライオンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏、ライオンズの攻撃。先頭のバッター中村、追加点が欲しい展開。まずは出塁したい場面です。第1球上がった。ピッチャーの代わり花を捉えた。打ったバッターはセカンドへ。ボールは中堅のセカンドへ。センターへの打球はヒットになりました。次のバッターとなります、ヘルナンデス。ワンヒットでダメ押しという場面でバッターボックスとなります。その初球は低いボール。バッターこれは振ってしまいました。4対2、ライオンズがリードしています。まっすぐを持ってきました。ボールの球に手を出しました。キャッチャーのサインは上がったか。セカンドランナー一気にホームを狙う。打ったバッターは二塁へ。中継のショートへ。セカンドランナーがホームに帰ってきました。タイムリーツーベースヒット。こんな得点まだ気にしない方がいいですね。少し考え方を変えた方がいいんでしょう。バッテリーで修正しながらいけばまだ投げられますね。その通りです。攻め方を工夫すればもっとボールを生かせますよ。さあ、ワンヒットで追加点というチャンス。ライオンセカンドのランナーを変えてきました。斉藤塁についています。次のバッターを迎えます、大崎。何から持ってくるか。送ってきました。取りました。一塁へ送ります。きっちりと送りました。ワンアウトになりました。そして打順は7番浅村。その注目のバッターボックスです。さあ田尾さん、ここはリードを広げておきたいですよね。まあ、当然ダメ押しまで行きたいでしょうね。ですよね。そりゃあね、ここは何としてもランナー返したい。ストレートを打って一二塁間はどうだ。ヒットになった。サードランナーがホームに帰ります。6対2、ライトへのタイムリーヒット。また点が加わります。4点差に広がりました。そしてバッターは8番銀次郎、打席に入ります。初球は手を出しません。2球目内へ。3球目、まっすぐできました。これで追い込みました。次が4球目、今度は変化球。三振、見逃した。際どいコース決まりました。打順が変わります、上本。何を投げてくるか。その初球は外のボール。バッテリー一球外してきました。これはストレート。3球目はどうする。外のボール。
スローカーブできました。変化球ショートへの当たり取ってアウト。これで3アウト。さて試合は4点差となって最終回を迎えています。ライオン、ここで4番手ピッチャーに変えます。木村、4点リードの展開ですがここで投入します。さあ最終回注目しましょう。9回に向けてスワローズの攻撃、DH からの打順になります。ガイエ、どうしても塁に出なければなりません。最初はストレートから持ってきました。ボール球に思わずバットが出ました。今度はインコース、キャッチャーの要求は3球で決まった。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。タオさん、変えてきましたね。変えてきましたね。まずは変化球。2球目はどうか。この球は見ます。3球で決めてくるか。ここは見送ります。ここは外してきました。さあ4球目、低いボールを打ってファウルボール。高い打球、木村グラブを構えます。これでアウトが2つ、ピッチャーフライに倒れました。打順が変わります。竹内、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。最後のバッターにするのか。まず高めのボール、ここは1球外します。この球は外れています。ボールの後もボールです。さあ3球目、空振りになります。あっと思い切って攻めました。これで決めるか。あっと空
空振り三振、試合終了。今日の試合は6対2、ライオンズの勝利となりました。最後までリードを守りきりました。投打のヒーローが呼ばれています。まずこの試合の投球成績をご紹介しましょう。先発で登板、6回被安打7、四死球2、7奪三振、自責点2、勝ちがつきました。次に打撃成績なんですが、4打数ノーヒット、打点1、活躍を見せました。さあ、この2人の活躍が勝利に結びつきました。西武対ヤクルト、ご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。